そうですね、宮崎にJ リーグクラブを作るっていう熱い気持ちで戦ってきて、決まった時は本当にほっとしましたし、本当嬉しく思います。そうですね、前半、なかなか自分たちのサッカーできなかったんですけど、まあ、耐えて、後半、行くぞっていう時に、まあ、点数が取れたので、チームとしてもやっぱり、成長した中で修正できたので、チームが一丸となって戦って結果が出たので、本当にいい試合になりました。そうですね、なかなか大変な時期で、無観客とかもあったんですけど、やっぱチーム一人一人が何をするべきかっていうのを考えて、試合にも取り組めたと思うし、やっぱり連敗しなかったっていうところが本当に大きくて、負けた試合でも次の試合に修正して、みんなで、次勝ちに行こうっていうところで、それができたシーズンになったのかなと思います。そうですね、チームは、怪我してしまって、チームは2連勝、僕出てない時に勝ってくれて、監督からやっぱり使ってもらって、やっぱりそういう、自分が出たら絶対結果残してやるっていう熱い気持ちを持ってましたし、この流れを絶対に断ち切りたくないと思ってたので、まあ、それが結果につながったのかなと思いますね。はい、自分が復帰したら、どういうプレーをするとか、そういうのを見て、外から見て、感じることもできましたし、みんなが戦っているところを見て、僕も貢献したいっていう熱いちょっと気持ちにはなりました。そうですね、監督のサッカーが、やっぱり選手に浸透したなっていうのが一番で、あとはもう選手が、いい選手も入ってきましたし、チーム内競争っていうのも激しくなったので、戦力として本当にアップしましたし、やっぱり、フロントスタッフの皆さんが、J3 ライセンスを、取りに行ってくれて、まあ、去年、ちょっとスタジアムの件でちょっと断念したんですけど、そういういろんな人が動いてくれて、僕たちはもうその結果だけに集中できた、させてもらったってところが、やっぱりこの昇格っていうところで、みんなが、一歩ずつ成長しているところの昇格だと感じてます。選手一人一人のやっぱり努力、上手くなってやろうっていうのも練習から感じましたし、絶対に九州で唯一J リーグクラブがないっていう、ちょっと寂しい思いと悔しい思いっていうか、っていうのがあったので、絶対に昇格してやろうっていう、選手が J リーガーになりたいだったり、そういった気持ちで日々トレーニングに励んでた面が、この昇格っていうことにつながったのかなとは思います。みんなやっぱりいろんなポテンシャルを持った選手が多いなっていうのもありますし、 J3 上がっても全然やれるなっていう選手もたくさんいますね。はい、まあ、みんなは J リーガーになりたいっていう思いでやってたと思うんですけど、まあ、僕はやっぱり地元宮崎ということで、何としても宮崎に J リーグクラブを作るっていう思いで、プレーしてましたし、それが達成できて本当にほっとしてると同時に、またここがスタートラインだなっていう、またここから J2、J1、そして世界っていう目標がチームであるので、まあ、それも達成していけたらなと、まあ、みんなで一歩一歩、上がっていけたらなと思っております。一つ、九州で唯一なかったので、多分宮崎県の、まあ、サッカー関係者だったり、サッカーをやってる人からしたら、ちょっと悔しいとか、ちょっと、なんでなんだろうって思ってる
人たち多かったと思うんですけど、その気持ちを持って、僕は、この状況というか、その、携わっているところができていたので、何としても、絶対に作ってやるっていう熱い気持ちは持ってました。そうですね、まあ、小学は5回経験してるんですけど、やっぱりその状況って、やっぱり選手一人だけの力じゃ無理、絶対無理だと思うんですね。そういう環境を整えてくれた中で、やっぱり、周りの人たちがいたからこそ、その昇格っていうのができると思うので、本当に、いろんな人にやっぱり感謝しないといけないですし、やっぱり昇格をしたっていうチームメイトだったりっていうのは、やっぱりなんか、今でも付き合いありますし、なんか達成感っていうか、やったなっていう、本当に仲間たちが、一生語っていけることだと思うので、本当に素晴らしい経験をさせてもらってるなっていう気持ちですね。そうですね、やっぱり上がるチームは、やっぱり僕が思うには、やっぱり、団結してるなっていう、一つになれてるなっていうチームが本当に強いチームだと僕は思うんです。なので、今年に関しても、やっぱりチーム内競争も激しくて、まあ、いいコミュニケーションも取れてましたし、本当にチームのためにっていう選手が一人一人やっていたので、そこがやっぱり昇格につながったのかなと思います。やっぱり地元宮崎っていう、僕も小さい頃からサッカーでやっぱり育ててもらって、そこで宮崎に J リーグを作れることができたので、本当に今までの昇格の中で一番、まあ、嬉しいですし、まあ、少しは恩返しができたのかなとは思いますね。まあ、1年目なんですけど、まあ、本当にレベル高くて、ホンダルックめちゃくちゃ連敗して、降格してしまったんですけど、本当に、まあ、今も活躍してる人たちが JFL にいて、J リーガーになって、バリバリ活躍してるのとかを見たら、本当に昔、やっぱり、ホンダルックの時の周り、めちゃくちゃレベル高かったなっていうのは感じましたね。上を目指すチームが増えてきている中で、やっぱり環境っていうのは本当にサッカー選手としては本当に整ってきてるかなっていうのはありますし、また JFL のレベルもやっぱり上がってきてるなっていうのは感じますね。レベルは上がってると思います。昔の方がやっぱりその、なんですかね、優勝しか上がれなかったっていう、まあ条件的には結構厳しい条件だったんですけど、まあ、4位以内っていうところも、まあ、ちょっと、昔に比べたら、ちょっとハードルは下がってるのかなっていうのはありました。そうですね、ロックの時に、ちょっと怪我して、ちょっといろいろなんか考える時間もできて、やっぱり、Jリーガーになりたいっていう、やっぱ昔から、小さい頃からあったので、年齢的にも、このタイミングで、行かないと多分ちょっと厳しいのかなっていうのもあって、チャレンジしました。まあ経験してきて、やっぱり若い選手だったりは活躍したらいろんなやっぱりところから見てる人がいるっていう、ステップアップできるんだよっていう夢が本当にあると思うので、本当に日頃からやっぱり意識しながら自分を高めていってほしいなっていうのはありますね。いろんな有名な選手とかも来たり、まあ、九州同士だったらバトルオブ九州とかいろいろあるんですけど、そういった盛り上がる試合をやっぱり肌で感じてもらいたいっていうのもありますし、地元にやっぱり、応援できる、チームがあるっていうところをやっぱり感じてほしいなっていうのはありますね。もう最後、このメンバーでできる、同じチームメイトでできるのもあと、まあ、1試合なんですけど、しっかり観客も、お客さんもたくさんいて、これに勝って、
僕たちは J リーグに上がっていくんだよっていう、という試合を見せたいですし、しっかり勝って、また宮崎県がのサッカーが盛り上がれるように、チーム一丸となって戦っていきたいと思ってます。